に参りましょう。今度はとっても可愛らしいバイクから登場いたしますよ。もうなんか今止まってるの見て思わず微笑んだり笑っちゃったりっていう感じですが、1961年発売のモンキー Z100 行きましょう。いやさすが遊園地から登場した乗り物ですよ。当時これ乗ったっていう、当時子供でこれ乗ったわっていう方いらっしゃいます？今日会場の中にどうでしょう。タマテックっていうね、東京今の日野市にありましたモータースポーツをテーマにした遊園地、あの鈴鹿サーキットと兄弟遊園地でね当時になった、あそこのですね、子供用のアトラクションの乗り物でこのモンキー Z100 っていうのが生まれてるんですけども、まあ、行動にね、出る CZ100 として、ホンダはですね、輸出を開始して、その後ですね、国内市販車の Z50M ということで、その、まあ、モンキーという名前がですね、始まり、そしてずっと長年にわたって愛されている最初がこれです。モンキーの初期型、これが遊園地で乗れたんだよ当時ね。子供たちがこのエンジン付きの乗り物でモビリティをまあ勉強できるようにっていうことで、鈴鹿サーキットに遊園地が作られて、そしてタマテックがね、作られてということなんですけれども、まあ、1961年というとホンダがね二輪の世界グランプリで初優勝したりとかね、一気にこう世界がどんどんとこうホンダが名前を残していくという、125、250のクラスのチャンピオン、年間チャンピオンも獲得するというのも1961年でしたし、まあ、しかしながら翻って今度はこの遊び心満載のこういったね子供たちの胸を熱くするようなバイクも作っちゃうという、モンキーいいね。ちょっと私はまだ生まれる前にこれ遊園地でしたけど、乗れた方々は心が踊ったでしょうね。ひょっとするとこういうバイクに乗ってタマテックで、でこんなに後に入社されたなんていうことがいるかもしれない、子供の頃にね。これがすごいよ。これを1960年代でも子供に乗せちゃおうっていう発想が、ありがとうございました。お別れでございます。子供を思い出しました。子供心を皆さんね、童心に帰った時代の時期でございます。まあ本当にね、はい、時間でございました。さあ続いてはバモス登場していただきましょう。いやこれは来たよ。今日僕一番見たかったかもしれない、バモスホンダ小暮隆さん、お願いします。似合うね小暮さん。はい、まずはサウンドと走りをちょっと見てみましょう。いやー夏が似合うな。これ今茅ヶ崎とか走ってたら超ウケるね。これはもう一回再販してほしいな。あのバモスホンダ1970年の販売でございます。運搬警備など屋外作業用と開発されました軽トラックバモス、まあ、後にね違う形でまたバモスはホンダの軽自動車として復活をいたしますが、ドアがないこのオープンスタイル、それから後ろにエンジンを搭載していて、この駆動力、それからなんといっても顔立ちですよね。顔つき、フロントフェイスにねこのスペアタイヤをつけるなんざ、これは画期的でしたね。 TN3360 をベースとした OHC 空冷4サイクルエンジンが搭載されております。このエンジンサウンドも特徴があってね、
ホンダの研究者でこのサウンドを聞いて、ああ、これホンダの系だって、もう排気音でね、多分当てられる人はいると思いますよ。当時僕は僕も70年代の生まれなんですけど、車の排気音が特徴がありましたもんね、昔からね。排気音で車当てクイズなんていうのを昔、子供の頃に僕もやってました。オタクだな、俺もな、結構。小暮さん、嬉しそうですね、やってるね。まあ、バマスというと、スペイン語ですかね。はい。スペイン語でよく、応援するときにね、バマスって言ったりするんですよね。ロードレーサーのね、モテギの、モト GP なんかで、スペイン人なんかもよく言われて、バマス、バマスとかって言ったりするんですけど、まあ、頑張ろうみたいな意味だったりしますけど、ね、あと、みんなで行こうみたいなね、レッツゴーみたいな、そういう意味があります。まさに、みんなでそれ盛り合わせて、海でも行こう、レッツゴーみたいなね。そんな感じのちょっと若者たちの生活ライフスタイルが垣間見えるような感じもいたしますが、後ろの荷台のいろいろね物積んで、今だったらクーラーボックスにいっぱい満載のね飲み物とかさ積んでさ、キャンプでも行ったらもうこれで最高だよね。小暮さん、ありがとうございました。バモスバモスホンダ、どう小暮さん、楽しい？これ最高。またこれ販売するんだったら売る、買う、買っちゃう感じ？あ、そうですか。また買っちゃうかもしれないということで、はい、ありがとうございました。小暮さん、めっちゃ楽しそうですね、小暮さんね。あー、いい音してました、エンジンね。ありがとうございました。